しつこいんだよあいつら。っていうか私らが目いっぱい怪しいからね。言い訳できないよね。ちゃうかと思ったよ。クリスちゃんは？そうだ、大変なの。クリスちゃん、結婚させられそうなの。ほら、あのすごいヒゲの人が妙にクリスちゃんを気に入っちゃって。うわ、すごいね。なのにクリスちゃんはお芝居か何かだと思い込んじゃってて、このままだとうやむやのうちに結婚させられちゃうかも。そんな。まずいよ、そんなことになったら歴史が変わっちゃう。っていうか江戸時代に恐竜が来た時点でどうにでもしてって感じだけどね。でもまだ西園寺君やルー君たちも行方不明のままなんだ。ゆっくりしてる暇はないよ。どうしたら。皆さんいらしてたんですが、見て見てこのドレス、かなた君にぜひ見ていただきたいですわ。西園寺君たちは行方不明で、今僕たちもすごいことに。そうだ、カナタ君が行方不明でなんだ。どうしたの。これは一体。また妖怪の仕業かな。あ、ルー君たちもいない。ああ、こうなったらみんなで片っ端から残りの襖も開けていこうぜ。その前にこの名は解いてくれる？私にふさわしい世界ですわ。言っちゃダメ。殺しよう。あ、なんでこんなにいろんな世界があるんだ。あとは本堂ね。何が？知らない。ルー君、空飛んでる。これは非現実の不思議な世界ね。ルー君ありがとう。だけどみんなのいるところでは
飛んだり超能力を使ったりしないでね。ポッポ、そうだ、カナタも早く見つけなきゃ。その前に私を助けてください。皆さん、私の存在を忘れていませんか？ミユチ、方ですか？え？あ、あら、あ、同じだ。偶然ね、同じ柄だわ。え？こう、この子。すみません、この子、この柄がお気に入りみたいで、同じ柄だから驚いたみたい。B だ。何やってるの、カナタ。カナタのお母さん。だからってどうなるもんでもないだろ。うん、そうだけどさ、今行かないともう二度とお母さんには。しつこいな。いいんだよもう。あ、あ、なんだよ、泣くなよ。言い方が悪かったよ。大丈夫大丈夫。え、確かにどうなるもんでもないけどさ、それでも大きくなったカナタをお母さんだって見たいと思って。あ、お揃いだね。カナタくん、よくぞご無事で。先輩姉妹だ。おお、帰ってきた。これで全員揃ったね。結局何がどうなったわけ？よくわからないけど、まあ話だったからいいじゃない。カナタんちってほんとパラダイスだよな。よかったね。カナタ、この着物ありがとね。ミュウ、なかなか似合ってんじゃん、その着物。あ、ワンニャーの育児日記、ド
りあえずみんな元の時代に戻れてよかったけど、ルーちゃまはどうして私のことを助けてはくれなかったんでしょう。きっと後で助けてくれたことでしょうね。それよりも結局お団子も食べられなかったことが何よりも心残りです。もっと何やがいつも頼んでる通販制って便利だよね。でも時々変なものが届いたりするからな。わからないものには注意した方がいいぞ。ありゃりゃ、何ですかねこれは。お、これビスケット、うまそうじゃん。いただき。次回のダーダーダーはミュウとお子様カナタ。あれカナタどこ行ったの。あれこの男の子は。もぐもぐうまいうまいもぐもぐ。カナタ